はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらあのフィットのね、これ無限がありましたね。ちょっと見てみましょう。無限は2種類のコンセプトからなるパーツを提案。いや、これ面白いですよね。こう壁にね、こうラインがカットされて、フィットがね半分収まってる感じですね。これひょっとして裏から見たら、まさかの、あ、赤かった。これ裏から見たらね、赤でしたね。これ塗装を、こんな感じで貼り分けてる。いや、結構ね面白い演出しますよね。こっちはダッシュか。無限フィットダッシュダッシュ、これあれか、あ、ステッカーやな、これステッカー。いや、これぐらいやってほしい。これぐらい面白い。そうね、これこう騙し絵的な感じでおもろいなあ。ちゃんとでもへこんでるように見える。こう へこんでるように、これね、ちょっとカメラじゃ分からへんかな、これなんか肉眼じゃね、肉眼だったらちょっとこうへこんでるようにね見えますね。いや、すごいすごい。あ、このステッカー、このメタルステッカー貼りたいな、うちのフィットに。いや、新しいフィットね、まだ販売されてないんですけど、あのどんどんね、この無限やらモデュール X やら出ますね。いや、これ、フロントグリルも変わってるな。なんかね、すごいつけた感ある。これスポンジみたいな、グッとこうグッとこう貼っつけてる感じかな。あー、でもこれ2種類違うんですね。こっちはちょっと出張ってるけど、こっちは出張ってないですよね。これぐらい派手にしてほしい、フィットは。それでちょうどいいぐらいかな。元のデザインがちょっとね、だいぶおとなしめなんで、まあこういうね、こういうカーボンパーツも出るんかな。うん、こっちのスキップモデルは、あ、そうか、これもちょっとこんな出張っとるよ。フロントスポイラー出張っとるよ。あ、ということは2種類出るってことか、フロントスポイラー。フロントグリルはね、スキップはちょっとおとなしめかな。だいぶね、立体的に作られてますね、サイドガーニッシュね。ほら、この辺、こう、これかっこいいや。ホームがベースになってますね。フロアシートがね、無限の、あの、モザイク柄になってますね。あとは、特に変わってないな。こういうバイザー、あ、そうそう、バイザーね。これね、純正で車買うときね、確かバイザーね、ついてないんですよ。あの、純正のやつを買うか、無限のやつを買うかね、それ、車新車で買うときに選べますんでね、確かそんなにね、高くなかったと思いますよ。あー、こういう、結構ここ巻き込んでるんやな。結構分厚い。若干ほら、指が透ける。あー、そっか、今、気がつかんかったけど、この、リアスポイラーすごいな。これ、ポン付けと、あ、引っ掛けてる。そうそう、これぐらいね、派手でね、ちょうどいいんですよね。はい、というわけで、フィットのね、無限を見てきました。いや、なかなかね、あの、これぐらいスポーティーな感じでちょうどいいと思います。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットの無限コンセプトでした。じゃあね、バーイシュー。